大喜利武蔵です。おはようございます。ということで、まあ、久しぶりの、畑に出てきた動画でございますが、知り合いのところに、来ておりまして、まあ、そこで、畑の準備をしておるんですけれども、まあ、こんな感じですね。今ね、トラック乗って幸運してる知り合いがですね、昨日肥料撒いてたんですけれども時で、で、今日の朝からこうやって、続いてまして、まあ、結構粘土質なんで3度ぐらいつかないといけないんですけど、今2回目を引き終わって、まあ、交代番号でね、まあ、半分半分ぐらい、引きながらやっとる感じでございます。まあ、こんな感じでだいぶ1枚のね田んぼなんですけど、だいたい2ターンぐらいあります。まあ、2ターンないぐらいですかね。まあ、それぐらいの、面積でございます。まあ、京都は割と、まあ、場所によったらほんまにあれなんですけど、北の方行ったら、まあ、1ターンとか2ターンとか、上岡の方とか行ったら、まあ、1丁田とかあるわけなんですけれども、この京都の南の方で今やってるんですけど、そういうところではあんまり田んぼ1丁とかそんな大きい1ターンとか2ターンのもんが、まああるっちゃあるんですけど、そんなにいっぱいあるわけじゃなくて、まあ、大体5世だったり6世だったりっていうのが多かったりします。で、まあその中でね、ここは2ターンっていう田んぼで結構広く使える場所でございますね。いい感じですね。2ターンもあるとなかなか大規模、まあ、他のね地域に比べてやっぱ大規模ってことではないですけど、京都の中では結構ね広々と、使える田んぼでございます。まあ、ここでねネギをやるわけでございますが、今日あいにくの雪が降ってますね。なんか本当に冬らしい冬がやっと来ました。今日がね2月9日なんですけど、なんか7日ぐらいからいろんなところでね雪降ってたりするんですけど、まあ、京都の南部の方でもやっと雪が降ってきましたね。トラクターは久保田で幸運してます。そんな感じで、まあ今日はねこうやって昨日施肥したんで元肥をやったんで、今日は朝から続いて、で昼ぐらいから昼前ぐらいから9時10時ぐらいからマルチをマルチをね敷きながら畝を立てれたらいいなと思っておる段取りでございます。でも非常に寒いで、こんな感じで土質は結構粘土質ですね。で、なんか2、3年ぐらいここは使われてなかった田んぼなので、まあ、結構肥料は少なめなのかな。まあ、雑草が結構生え散らかしたっていうほどの生え散らかしたわけではないんですけど、結構雑草は生えててたりで、水はけがね場所によったり全然違ったりしたんですけれども、まあ、そんな感じの、まあ、2年使ってない田んぼなので結構元肥は多めにやって、ネギを3作ほど作るかなという感じでございます。結構雪降ってきたな。空はね結構青空で太陽も割と出てるんですけれども、雪が降ってますね本当に。今日はそんな感じで、まあ、こうやって幸運した後にまたマルチがあるんですけど、試合のここがねめちゃめちゃマルチ敷くのまっすぐ、畝がかなりまっすぐ走るんで、それもねなんかこう見せれたらなといいと思っております。そんな感じで作業を進めていきます。さっThank you.
長した。キスやろ。もうほんまや。えらい勢いで倒す。行くぜ。行ってくれ。
あまあまあ、ええかちょっと前ぐらいにやったかもうちょっと行きたかったけどね。ヤバみ。お、キャビン発見。何メーカーなのに久保田。あ、ほんまに走ってんねんな、ほんまに。あ、そうやろな。あの準備したのに。いや、朝ベーラーかけた。あ、そうか。朝もかけた、これもうやまへん。まだまだ5本ぐらいやろ。あ、大丈夫かけた。あと10分ぐらいでやっぱ一応抜ける。その10分やんだ後、次何分本に。わからん。近くにはもうなかった。ちゃうねんって。ほんと走り込んねんって、どっかから湧いてくんねん、なんかアリみたいに。うわ、びっくりした。今これ簡単に外れてるわ、思ったら。合ってたわ。いいって言う。足もうもういいよ。じゃあ、止めていいかな。何してんの？ちょっと、ちょっと。大きいし、昭和もっと細かいよ。あ、昭和もっと細かいか。うわ、これで露天風呂とか入ったら気持ちいいやろな。いや、気持ちいいね。なあ、たま、あの八幡の方行ったらええと思うし。えぐいな、あっちの方は。Thank you.
テレテレレテやろよ、早くいくで、せーの。なんか。